ごちそうさまでした。皆さんこんにちは、運転手の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、東武東上線の森林公園駅です。駅の北にある武蔵丘陵森林公園からこの駅名が付けられたそうです。それでは早速武蔵丘陵森林公園へ行ってみましょう。森林公園駅の北口を降りましょう。ちょうど列車が発車していきますね。で、手前には公園もありまして、バスロータリー、そしてタクシーの止まる場所もあります。あそこのバス停に向かいましょう。なんと残念なことに、森林公園駅前に武蔵丘陵森林公園は存在しないんです。国際縦横バスというバスに乗って、立正大学行き、もしくは熊谷駅南口行きのバスに乗らなければ森林公園に行けないんです。バスの運行頻度はというと、平日そして土日祝日どちらも日中は30分に1本ですね。気になる運賃、森林公園南口入口へは IC カード206円、そして現金が210円ですね。森林公園駅から熊谷駅まで行けるんですよね。もしバスが立正大学止まりの場合は、車内で運転手さんから乗り継ぎの切符をもらう必要があります。その切符をもらえれば、上に書いてある通り IC カード515円、そして現金520円で熊谷駅まで行くことができます。すごい、新幹線の駅まで行ける。武蔵丘陵森林公園へ行くには土日祝日の方が便利です。見てください、直通森林公園行きバス停。運賃も IC カード206円、現金210円、同じですね。これだけは注意してください、土日祝日のみの運行です。平日の場合は先ほどあちらにあった国際縦横バスのバス停を利用しましょう。いやー、約30分待つって暇ですね。駅の南側にはローソン、そしてウェルシアっていうドラッグストアもありますので、まあそこで暇を潰すのもありだと思います。お、北営武蔵丘陵森林公園案内図、またまたでっかい看板ですね。さあ、走行しているうちに国際縦横バス到着しましたね。乗っていきましょうか。バスさん、ありがとうございました。すぐ次の停留所ですけどね。では森林公園の南口に行きましょう。あそこに森林公園南口って書いてありますね。森林公園駅南口、今度は右側に行くんですね。車道の下くぐるんですか。道路を渡って最後の森林公園南口、今度は左。さあ、到着しました。こちらが国営武蔵丘陵森林公園です。さあ、中は広いですよ。お昼過ぎまで曇っていたんですけどね、晴れました。眩しいです。駐車場広いですね。何台止められるのかな。さあ、そんな駐車場の横を通って南口のゲートが見えてきました。なんとお金が必要です。基本的に9時半に開くんですね。で、月によって閉園時間が変わるってことですか。なるほど。大人は450円、
しかも見てください、中学生以下無料、小学生じゃないんですね、中学生ですね。うわすごい。さあこの券売機で450円、払いましょうか。まずは50円、そして1000円、ピッ。お、さあこれ、あ、バラバラだ。レンタサイクルちょっと借りてみました。いつもクロスバイク乗ってるんで410円でレンタル。さあ園内これで巡ってみましょう。園内は結構アップダウンが激しいそうです。あ、サイクリングコース散策路入り口、こっから自転車乗れるのかな、やった。サイクリングコースの案内図があります。で足元に三毛にあんこがいます。かわいい。現在地がこの辺なんですね。で、赤っぽくなっているところがサイクリングコースだそうです。どこ行こうかな、まあ、ひとまず行けるところ行きまくって、で、なんか面白そうな場所があったらそこで泊まりましょうか。さすがクロスバイク、やっぱ速いですね。本当に速すぎて、南口この辺を出発してもう10分もかからず、うにゃ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 、現在地もう公園の真ん中あたりまで来てしまいました。この辺なんか見るものあるかな。自転車をかっ飛ばして西サイクリングセンターというところまで来ました。この先になんだか面白い場所があるそうです。さあ行ってみましょう。奥の方に卵の殻みたいな白っぽいドームがありますね。もうちょい近くまで行けるかな、行ってみましょうか。お、ターザンロープ、うわ懐かしいな、やってみようっと。ターザンロープの結び目で太ももの内側ちょっとやっちゃいました。大丈夫かな。ワンパク広場冒険コース、アスレチックですねこっちは。うわー、全部やる時間なんてない。というわけで結構西のエリア見て回りました。まだまだ他にもエリアありますので、クロスバイクに乗って他のエリアに行ってみます。冒険コースっていうアスレチック回ってたら15時になっちゃいました。本当は中央サイクリングセンターのあたり、そしてあわよくば北口あたりまでも行きたかったんですけど、もう時間的に厳しいな。いいや、そのまま中央橋っていうところを渡って元の南口に戻るとしましょう。さあ南サイクリングセンターまで戻ってきました。さっきの、三毛にゃんこにまたお出迎えされました。いやー、15分かけて帰ってきました。さああとはこちらの、クロスバイクレンタサイクルを返していくだけです。あ、でもにゃんこかわいいな。さあ今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。実質1時間半じゃもうほとんど回れませんね。
武蔵ヶ丘森林公園、もう1日あっても多分足りないぐらい広いです。池袋からも早い列車で1時間ぐらいで到着しますので、皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。相変わらず広い広い駐車場で、あそこが入園ゲート、帰りのバス停がすごく近いです。なんとすぐここ、うわー、目と鼻の先。